2021年に高知県立高知南高校、高知市で教育実習中、当時指導を受けた男性教諭からパワーハラスメントにあったという女子学生らが6日、県庁で記者会見を開いた。教員になる夢を絶たれたとし、辛い思いで夢を諦めるのは私で最後にしてほしい、と再発防止を訴えた。家族からの訴えを受け、22年1月から男性教諭らに聞き取りを始め、一部言動で不適切な指導が確認されたとして、ハラスメント行為と判断。聞き取りに対し男性教諭は、大声で厳しく言ったことはあるが、内容については覚えていないと話したといい、同年3月末、自己都合で退職した。